的に座っても同じでよろしいですか。はい、もし多数でやればございます。ああ、分かりました。はい、どうもお待たせいたしました。今日は大使に聞くシリーズで、駐ペルー大使の目形修一郎さんにお越しいただきました。たまたま今一時帰国中ということで、お忙しいところをお越しいただきました。それからこの、会見の時刻もですね、時間設定もちょっと最初からの予定より早めることになって、いろいろと皆さんにご迷惑をおかけしたことをお詫びします。で今日はですね、ここにも ありますね、最近のペルー事情と日本ペルー関係ということで、1時間ぐらいお話しいただいて、その後皆さんからの質問に答えるという答えていただくという形で、進めます。私はクラブの事務局長の中井です。司会を務めます。じゃあということを前置きにして、じゃあお願いします。ご紹介いただきました目形でございます。着席してお話しさせていただきます。本日はペルー、最近のペルー事情、そして日本ペルー関係についてお話しする機会をいただきまして誠にありがとうございます。私もペルーに赴任して約3年経過しているところでございますけれども、この間ですね、やはり日本の中南米に対する関心の度合いがややこの低すぎるのではないかという印象を持つことがたびたびでございまして、もう少しですね、中南米について特に日本の企業関係者含めてですね、注目していただければと。その中でも特に非常にペルーという国の将来性、あるいは二国間関係等を鑑みますとですね、その中でも私の認知であるペルーに注目していただければと金がね思っておりましたので、このような機会を喜んでお引き受けした次第でございます。あまり私口が上手ではありませんので、パワーポイントを使わせていただきます。また百聞は一見にしかずということもあるかと思いますので、写真等も少しお見せしたいと思います。まず我が国の中南米政策というのはこの3つの柱があると言われておりましてですね、やはり中南米33カ国、一つのグループとして、国際的な場で、活動する場合が多いようでございますけれども、その発言力というのは非常に高まっつつあるし、またこの諸国は基本的には親日的であると。従いまして、気候変動やあるいは軍縮、安保理改革等、こういった課題の中で、非常に重視していくべきグループの一つであると。2点目にですね、中南米というのは実は、最近非常に、相対的に安定してきておりまして、約5億人の成長市場というふうに考えられております。GDP の規模ではですね、中南米全体で中国と同程度、またこれはASEANの3倍の規模であります。従いまして、将来の成長センターとしてですね、あるいは食料資源の安定的な供給源として、あるいはさまざまな開発需要、インフラ需要等のビジネスチャンスがあるといった意味でですね、非常に注目されるべきではないかと思います。3点目に、引き続きですね、やっぱり貧困格差といった問題が不安定要因として、ございますので、こういった面で積極的に支援していくべきであろうと、こういう三本柱があるというふうに、考えておるわけであります。特に昨今の、この中東のですね、危機、あるいはこのアジアのさまざまな根深い問題、こういったことを、考えますと、相対的にですね、中南米というのは政治的なリスクが少ない地域ではないかというふうにも思うわけであります。
そしてまたその政治的なリスクが少ない、まあ、一つの支えとして民主主義というものがですね、まあ、かなり定着してきているのではないかと、まあ、そういう意味では、まあ、こういった将来性のある地域をさらに盛り立ててですね、あるいはその貿易投資の面でもリスク分散という観点からもう少し中南米に関心を高めていく必要が将来的にもあるのではないかと思っておるわけであります。ややこの80年代バブル崩壊以降の経済あるいは市場戦略の中でこう選択と集中ということが言われましたけれども、ややこの最近こうそこに集中しすぎる度合いがあって、もう少しリスク分散という観点を日本のビジネスも導入してはいいんではないのかということを金がね申し上げております。でその中でもペルーというのは非常に注目に値する国であると、中南米いろんな国がやはりございますけども、非常に基本的な価値観や主要な外交政策を我が国と共有しておりますし、そして政治的にも安定治安も回復と、ペルーというと皆さんまず頭にお浮かべになるのは皇帝選挙事件、あるいは80年代から90年代にかけてのセンデロ・ルミノソ島のテロ、あるいは経済的な破綻、大変なインフレや非常に国際的な金融上の孤立と、こういったことが思い浮かぶのではないかとも思います。また皇帝選挙事件の時には現地に赴かれた記者の方も大勢いらっしゃるかと思います。今のペルーは当時のそういった経験のお持ちの方々にの言葉を借りても様変わりというような評価があるぐらい安定し、また発展しつつあるわけであります。そしてさらに将来にわたってもですね、豊かな資源、これは鉱物エネルギーに限られず農水産業あるいは観光、そういった資源に恵まれております。そしてそのペルー自身も今や太平洋国家としてですね、日本をはじめとするアジアに目を向けておると。そして最後にペルーは世界で中南米で第2の日系人社会がある国でございますし、中南米で最初に日系人が移住した国でもございます。こういった人的な資源といいますか資産、これはビジネス上もまた二国間関係の上でも非常に重要なメリットではないかと思うわけであります。従いましてぜひペルーをですね、今後のその資源に富む途上国、世界に多いわけでありますけれども、そういった国が成功していく、発展開発に成功していくモデルのような存在になってもらえないか、そしてまたそういった協力関係を通じて日本の中南米外交の一つの拠点国と位置づけられるのではないかと私は考えておるところであります。でそもそもペルーというのはどういう国かということを簡単にご紹介しますが、面積は日本の 3.4 倍、人口は約2800万、民族構成を見ますとですね、やはり先住民、あるいはその混血、これがそれぞれ 45-37% を占めておりまして、白人の欧州系が 15%、ただ基本的にこの白人の 15% が政治経済面で、指導的な役割を担っておると。その他 3% の中に日本日系人あるいは中国人あるいはアラブ人、等が入っておるわけでございます。もう一つご注目していただきたいのはこの地勢といいますかですね、これは気候にも、結びついているわけでありますけれども、ペルーというのは縦に3つには地域に分かれます。海岸の帯状の地域はコスタといいますが、いわゆる砂漠そのものも、地勢であります。そして中央部は3000メートルから6000メートルに及ぶアンデス山脈が南北に縦断しておりまして、そのアンデスを越えるとアマゾン源流の熱帯雨林、
これが国土の実は6割を占めておるわけであります。まあ、すなわち非常に多様性に富むと同時にですね、豊かな資源に富んでいるわけであります。また海岸地帯の砂漠地帯もですね、アンデスから50本程度の川が平行に流れ込んでおって、その川沿いにオアシス都市のような形で都市が成り立っておりますけれども、まあ、こういった砂漠地帯も灌漑さえ施せば緑野の高地と転ずる可能性があるわけであります。ペルーの歴史でございますけれども、まあ、実はペルーといえばインカと思われるかと思いますが、プレインカの時代のさまざまな文明もございまして、まあ、紀元前3000年からですね、プレインカの種々の文明が攻防を繰り返しておりました。そしてインカ帝国が全盛期を迎えるのは比較的最近の、まあ、15世紀前半から16世紀中頃にかけてであります。まあ、この当時は現在のペルーに加えてエクアドル、ボリビア、チリの北部等を含む大帝国を構成していたわけであります。それが1533年にフランシスコ・ピサロのスペインの遠征軍によって非常にあっけなく滅ぶわけでございます。しかしながらその後ペルーはですね、このスペインの南米植民地経営の根拠地として副王領というものが置かれまして、ややその他の南米植民地に比べて格の高い植民地であったわけであります。そのために独立は非常に逆に遅れまして、1821年にほぼ南米の最後の国として独立した経緯がございます。独立後は他の中南米諸国と同様、長い期間ですね、軍事独裁政権等が繰り返し成立し、あるいは短期的な民主政権ができるといったことを繰り返しておりますが、1980年に民政移管が行われて以来、基本的には民主的な政権交代が続いてきておるわけであります。現在の憲法は1993年に当時のフジモリ大統領の下で定めた憲法が依然として有効でございまして、現在の現首アラン・ガルシア大統領は実は2期目でございまして、1985年からフジモリさんの前の5年間、若干36歳でですね、大統領に就任し、当時は非常に左派的な左派民族主義の旗手のような立場だったわけでございまして、経済政策と破綻を招いて、フジモリさんに引き継いだわけでありますけれども、そのガルシア大統領が2006年に再選されまして、現在は非常に穏健な中道的な、そして経済的には市場を経済によってで経済発展を目指すという方針に変わっておりまして、現在のペルーの順調な経済発展を実現しているわけでございます。また一員制でございまして、120人の国会議員しかおりません。その中でも5から6ぐらいの政党が分立しておりまして、現在も与党は36議席という少数与党政権でございます。そういったペルーがどのくらいの国かということを、他の国との比較において、イメージをつかんでいただければと思ってこの表を作りましたけれども、実は国土は結構世界でも19番目ぐらいに広い大きな国であると。人口では40番目、名目 GDP では50番目ぐらい、1人当たり GDP になると88番ということで、まだ途上国であるということになっていくわけであります。大体、基本的には、世界でこう40番から50番目ぐらいにランクされる、国ではないかと思われます。
そのペルーの将来性でございますけど、まずもって、この有数な鉱物資源ということでありましたが、特に銅、そして、銀、加えて亜鉛、あるいはレアメタルではとしてはビスマスというですね、精密機械等に、必要とされるレアメタルも産出しております。そして、もう一つは農林水産資源でありますが、漁獲資源について言えば、漁獲量では世界第4位、2007年では世界第4位の漁獲量を誇る優良な漁場がペルー沖にはございます。沿岸地帯は灌漑あるいは川沿いの湿地帯で野菜等を生産しておりまして、アスパラガスの輸出量では世界一位、熱帯地域ではコーヒーバナナ、そして山岳地帯ではジャガイモ、トウモロコシと、こういった多様な産品を生産しております。特に観光についてはですね、皆さんご存知のですね、このマチュピチュですね、ぜひ一回は見ていただければと思いますけども、お元気なうちにおいでいただければと思いますが、あるいはナスカの地上図、その他世界遺産等11箇所、歴史遺産が9箇所、自然遺産が2箇所ございます。また音楽なんかも非常に多様性に富む、それぞれの地域で、それぞれの歴史を背景にした音楽踊りがございます。またお祭りが大好きな国でございまして、このインティライミというインカの祭典を現在復活しておりますが、これはやはり先住民の何て言いますか、誇りを尊重するとともに、観光的な役割も期待されになっておるわけでございます。その他いろいろなところで年間を通してさまざまなお祭り、カーニバル等、観光的な価値のある行事が行われております。また料理についてもペルー人は大変自慢にしておりましてですね、これはジャガイモとかトウモロコシ等、これはみんなペルーが原産国だということになっておりますけれども、ジャガイモにいたしましても3000種類ぐらいあると言われております。いろいろな色のいろいろな種類のジャガイモがあって、高地でしか取れないジャガイモとかですね、さつまいものようなジャガイモとか、大変変化に富んでおります。こういったものを使ったペルー料理というのは、多くのペルー人の方に言わせると、中南米では最もおいしいというふうに言われておるようでございます。飲み物も地元の自慢するこのピスコ州というですね、ブドウから作った、熟成してないブランデーのような飲み物でございますけども、をはじめとして、ワインも400年の歴史を誇るワイン、あまり世界市場では、売れてないようですが、その他ビールやあるいはそのインカコーラという国民的な清涼飲料水、あるいは紫トウモロコシを原料としたチチャモラーダというような、飲料、あるいはトウモロコシから作るお酒、チチャ酒といったさまざまな飲み物もございます。動物や果物、そして健康食品にも富んでおりまして、この動物ではこのアルパカとかこのビッグウニャですね、これは繊維産業の原料ともなる非常に価値の高い織物の原料がございます。あるいはこのクイというのはこれハツカネズミ、モルモットですが、これは食用で、これもペルー料理の食材として珍重されております。あるいはこのペルー犬というのは毛がない犬ということが特徴なんですが、見慣れてくると可愛い犬でございます。その他ですね、果物としてはチリモヤとか、あるいは健康食品として日本でも人気のありますマカとか、あるいはビタミン C に富むカムカム、不飽和脂肪酸に富むサッチャインチ、免疫力を高める、お茶のウニャデガト、その他さまざまな健康食品も生産しております。
ペルーの外交でございますが、現在では非常に穏健な、また平和主義的な外交を進めておりまして、外交上の、柱としては、やはり中南米の、統合といったものに参加し、これを推進していくという柱が一つ、もう2番目ぐらい、2番目の柱と言ってもよいかと思いますが、太平洋国家として、APEC のメンバーでもございますが、アジア太平洋諸国との関係を強化する、加えて、やはり、歴史的な絆のある欧州、あるいは地理的なに近接する北米市場、あるいはアメリカとの協力関係の維持と、こういったことが柱になっております。経済外交としては、とにかく貿易投資を自由化にして、これによって成長、国内経済開発を目指しておるということであります。従いまして、自由貿易地域としてのアンデス共同体というものにすでに発足しておりますが、これはペルー、ボリビア、エクアドル、コロンビアからなる1億人の市場に加えまして、近隣諸国との関係維持強化に努めておると。また APEC の加盟国として2008年に首脳会議等を主催するなどですね、太平洋国家として日本、中国、韓国等との関係を重視し、緊密化に努めてきております。そしてその自由貿易協定をのハブタランとしておりまして、多くの国と FTA を締結あるいは交渉し、また TPP の交渉メンバーともなっておるところであります。その結果、非常にペルーの経済好調が続いておりまして、2005年以降ですね、平均、この経済危機の2009年を除いてですね、非常に高い成長率を記録しております。2010年は 8.8% の成長率ではなかったと、基本的にはアジア並み、東アジア並みの成長率をずっと維持してきていると、中南米全体では大体 4% 程度が平均の成長率でございますから、もちろん中南米ではトップクラスの成長率でありますが、これをこういったことが現在可能となっております。加えてインフレの、抑制にも成功してきて、最近ちょっと、ややバブル化の恐れ等も、心配されてはきておりますけれども、基本的にマクロ経済、政策には成功してきておるわけであります。そしてその、貿易の、多様化等によってですね、貿易収支は常に黒字を計上し、外貨準備も非常に30億ドル程度ですか、対外債務残高に匹敵するですね、あるいはそれを上回る外貨準備高を誇っている状況でございます。こういったことは、経済自由化による成長、あるいは財政上の規律を重視する健全な財政政策、そして投資環境整備によって海外直接投資を誘致すると、こういった政策がですね、フジモリ大統領以来、その後のトレード、そしてこの現在のガルシア大統領に基本的に引き継がれてきておるということによっても実現しておるわけでございます。そしてそれはまた、貿易相手国の多様化、 FTA の積極的推進による輸出の拡大によって、支えられ、またこれが、外国投資等の流入によって、国内経済も活性化し、民間、国内内需も非常に増大してきておると。2009年の、成長率ですね、でも先ほど 0.9% ということで、経済危機の中でもプラスの成長率を示したわけであります。従いまして、今後はそのやはり、遅れているインフラの整備、あるいは環境対策、貧困格差の是正と、こういったことが
課題として認識されているわけであります。ペルーの産業構造をちょっと見ますとですね、まあ、輸出の面ではですね、輸出の関係では6割がやはりミネラル、鉱物製品なんですが、国内 GDP におけるこの工業ミネラルの割合は 4.7% 程度ということで、国内全体としてはですね、むしろサービス業とかあるいは建設業、商業、製造業といったところがむしろ高い割合を占めているわけであります。でまたこの経済成長率に占める各セクターの寄与度という観点から見ますとですね、まあ、輸出等の元になります、まあ工業あるいは石油天然ガス等もまあ伸びてはおりますけれども、実際に成長率に寄与しているのは最近においては建設業あるいは工業卸売業あるいはサービス業といったことで、すでにまあ内需による経済発展あるいは国内で自律的なですね、成長への動きが出始めているのではないかというふうに考えられます。またビジネス環境の面でも今年、去年失礼、2011年の世銀 IFC から発表されましたドゥイングビジネスのランキングの中でも 10位順位を上げまして、まあ、南米ではですね、一番、ビジネスを進める上での環境が整っているという評価を得ているわけであります。そこで私はですね、約3年前2月ペルーに着任いたしました。その時の私に与えられた課題はですね、日本ペルー関係の再構築ということでありまして、なぜ再構築ということかと申しますと、それに先立ちますですね、2000年11月藤森当時の大統領がですね、ブルネイでの APEC の首脳会議の帰路を日本に立ち寄り、そのまま、日本に亡命したという事件がありました。これはペルー国内におきまして、その側近と言われているモンテシーノス情報庁長官が議会対策のために議員を買収しているような場面がビデオに撮られて、それがリークされたといったこと、その等々の問題で、国内政治が混乱し、藤森大統領が政権を投げ出すような形でまた日本に亡命するような形になったと。これに対しまして、その後大統領に選ばれました、トレード大統領政権下では、この藤森大統領の引き渡しをめぐってですね、日韓関係は大変緊張し、あるいはさまざまな分野での交流が停滞し、経済協力あるいは民間経済の対話も中断したという経緯があったわけであります。その後2006年の大統領選挙で現在のガルシア大統領が2期目の大統領として選ばれまして、ガルシア大統領はもともとですね、親日的な大統領でもあったわけであります。第1期政権の時に日本ペルー友好の日というのをですね、大統領 で定めまして、4月3日が現在でも日本ペルー友好の日となっております。これは日本からの最初の移民船桜丸という船でですね、790人の移民が到着した、茅尾港に到着した日が4月3日ということに由来しております。そこでそのガルシア大統領はですね、選挙に当選した直後、当時の日本大使公邸を訪れて、私の前任者の大使に、自分は藤森問題と日本ペルー二国間関係は切り離してですね、日本とペルーの関係については再構築を目指したいということを明言された経緯があります。私としては再構築といっても本来あるべきですね、良好な友好関係に基づく
あるべき姿に、まあ、戻すということが課題であると受け止めておりました。まあ、具体的にはですね、まあ、まずもってこの首脳間の信頼関係を、まあ、構築する必要があろうか、そして、2点目に、まあ、経済関係の再構築ということで、これは民間経済交流の、まあ、対話といったものを復活する。そして当時デジタルテレビの日本方式をですね、まあ、採択普及するということも非常に高い優先度を与えられていた課題でもございます。そしてさらにこの良好な環境を単に復活させるのみならず、将来にわたって永続性のあるものとするためにですね、まあ制度的な保障、あるいはさらなる発展の土台として、投資法協定、あるいは EPA、協定と、こういったものも結ぶことが、望ましいと、まあ、考えられていたわけであります。そしてまた、引き続き開発援助のニーズがある、このペルーに対する ODA を再活性化する必要があろうと。そして、さらに、まあ、これは、そういった二国間関係を、まあ、広い、裾野で支えるという意味もあるかと思いますけれども、まあ、文化学術面での交流を活性化させてですね、まあ、逆には言えば日本の、まあ、ブランドを売り込むと、まあ、これはペルーのみならず全ての世界各国の日本大使館が力を入れている分野でもございますが、こういったこういった目的で2009年が日本人移住110周年にあたると、そういうことでございましたので、この機会を活用すると、まあ、こういったことが課題として認識されていたわけであります。まあ、おかげさまでですね、まあこの3年間ガルシア大統領は3回連続日本訪日されまして、まあ、延べ4回の首脳会談を行っております。まあ、その都度といいますか、日本の総理が交代されるわけではありますが、その都度信頼関係を、まあ、築くということに不信をいたしたわけであります。まあ、特にやはり首脳外交というのはですね、まあ、中南米のようなトップダウンの国におきましては全く、切り札のようなものでございまして、首脳外交と首脳外交、まあ、首脳会談と首脳会談の間に、まあ、事務方がいろいろなことを準備して首脳会談のチャンスを捉えて、これを、まあ、なんて言いますか、前に進めると、こういうことができましたのも、まあ、実は2008年にペルーで、APEC の首脳会議があり、また2010年には日本で APEC の首脳会議があるということも、といった幸運にも恵まれたかと思われます。まあ、例えばその福田総理、麻生総理、鳩山総理との3回の、まあ、首脳会談を活用しまして、投資協定については交渉に合意、開始に合意し、そして麻生総理のペルー訪問の際に投資協定に署名し、鳩山総理との首脳会談の際にその発行のための公文書に署名すると、あるいは EPA 交渉につきましても首脳会談で前向き検討を表明、そして鳩山総理の首脳会談で、まあ、交渉促進に、まあ合意すると、まあ、こういったことで弾みをつけてきたわけでございます。特にデジタルテレビの関係につきましてはですね、福田総理から積極的に働きかけを行い、また麻生総理から再三にわたり親書等、あるいは電話会談等で働きかけも行ったわけであります。経済協力に関しましても意図表明をして次の首脳会談では署名をしてと、こういった、機会として活用されたわけであります。
そこでまず、まあ、デジタルテレビについてですね、まあ、ペルーが果たした役割というのをちょっと、一つの、まあ良い例としてご紹介したいと思います。まあ、デジタルテレビは現在世界各国でデジタル化が進んで、その段階は様々ではございます。ただ南米ではですね、どの方式でやるかということが私の着任当時まだ決まっておりませんでした。デジタルテレビにつきましては、開発された順で言いますと、アメリカ方式、そして欧州方式、そして日本方式で、最近では中国方式と、まあ、4つぐらいの方式があるというふうに考えられます。そこで、まあ、これは企画という問題ではございますけれども、まあ、日本方式が採択されれば、これに伴ってですね、まあ、様々な面で、まあ、日本の技術的な優位性というものが国際的に認知されるのみならず、まあ、いろいろな意味でのビジネスチャンスも生まれてくるという観点から、まあ、総務省を中心にですね、非常に力を入れてこの普及に努めてきたわけであります。で、特にそのまだ態度を決めていない南米の中でも、まあ、ペルーはですね、組織的にこの検討作業をすでに開始しておりまして、2007年の5月に関係省庁間の検討委員会、まあ、これは中立的な観点から技術的にだけ、検討するという検討委員会が設置され、そこで延々とこう、まあ、いろいろな調査や検討が繰り返されてきたわけであります。まあ、その間、首脳会談の機会、あるいは総務省の幹部が再三にわたりペルーを訪問し、まあ、大統領に直接説明するような機会も2回ほどございました。そして2009年の2月にこの関係省庁委員会は最終報告書を提出いたしました。それはこの3つの基準からこの4つの方式を評価すると。まず技術性では日本と中国が1位だと、経済性では日本が1位、協力、これはどれだけその支援を行うか、経済協力を行うかというオファーではヨーロッパが1番という評価を得まして、まあ、これをもとにあとは政治判断ですということになったわけであります。まあ、日本の技術、これは画面が一番きれいだとかですね、妨害電波とか地形の影響を受けにくいという点では、まあ、最新の技術ではありますから当然でもあるわけであります。そしてまた経済性の面でも、このテレビの受像機に流す電波が、同じ電波が直接携帯電話で見れるというのは、この4つの方式の中で日本方式だけのメリットということでありまして、携帯電話の普及といったことも勘案すれば、当然この日本方式が優れているわけであります。他方でこの協力ということについては、日本政府は非常に、まあ、なんて言いますか、真面目でございますから、きちんとした約束というのはなかなかそれなりの準備がないとできないわけでございますけれども、まあ、その辺、かなりこうアバウトなオファーを、することができるグループもあるわけでありましてですね、まあ、こういった評価がされたわけであります。まあ、幸いなことにですね、このペルーのテレビラジオ協会は日本方式が優れているということを十分認識しておりしましてですね、そのペルーの全国紙一面を使って日本方式を、まあ、この日本方式といっても実はブラジルで少しこの改善されて日泊方式というふうに、正式には呼んでおりますけれども、これを採用すべきだという全面広告を、出すと、こういった追い風もございまして、2009年の4月23日に、日本ブラジル方式を採択ということに至ったわけであります。まあ、この間、大統領への直接の説明、その他さまざまな機会を捉えて、いろいろと出回る種に努めたわけであります。その日本方式採択の前はですね、日本方式は日本とブラジルだけの2カ国、他方で欧州方式は相当数の欧州諸国、100カ国に近い数字だったと思いますけれども、アメリカ方式は
カナダ、アメリカ、メキシコ等がすでに採用されていて、南米でもコロンビアとウルグアイは欧州方式に決めてたわけであります。まあ、このいう中で残りのこの残ったこのペルーをはじめ白地図の国々に対する働きかけが、3つのグループの間で非常に、競争したわけであります。4月23日に、日本ブラジル方式をペルーが採択したことをきっかけとしてですね、その5ヶ月後に、まあ、ペルーで予定しておりましたこの日本方式普及のための国際会議に合わせて、例えばチリでありますとかあるいはアルゼンチン等が、日本方式を採択しですね、まあ、いろんな面で対立があったり意見が合わないこの南米の国々の通信担当大臣がですね、まあ、日本の大臣を中心にこの日本方式を普及していくということで、申し合わせをしたという、まあ、歴史的な会議もつながりました。その結果としてですね、まあ、ほとんどこの南米は日本ブラジル方式で統一されて、最近はウルグアイも方針を変更して欧州方式から日本方式に転換、残って唯一南米で、欧州方式を取っているのはコロンビアだけという状況になっております。まあ、これはやはりこの2009年4月のペルーの決定がこのような、まあ、ドミノ現象をもたらしたという意味でですね、まあ、私個人としてはペルーには非常に感謝せなきゃいけないのではないかと思っておるところであります。まあ、引き続きまだですね、今後はまあ南部アフリカ等が主戦場になるかと思います。またタイもまだ決めていない。まあ、アジアではそのこの間フィリピンもですね、日本方式を選択いたしまして、まあ残された戦場にまた今現在集中しているところではないかと思います。次に EPA につきましてもですね、すでに述べましたように、まあ、2008年11月のリマでの APEC の首脳会議の際に麻生総理から前向きな検討表明いただきまして、交渉が2009年の、まあ、5月から正式に開始されました。その後関心も順調に交渉は進展していなかったわけでありますが、2009年の APEC シンガポールでの APEC の途中に、まあ、この大統領に日本に立ち寄っていただいて、またこれも首脳会談でその停滞していた交渉を促進しましょうと、まあ、こういう申し合わせをしていただいたわけであります。まあ、この間都合7回の交渉を経て、昨年11月の横浜での APEC 首脳会議に合わせてですね、とにかく作業を、しようという、まあ、合意が両国間にも暗黙にございましてですね、まあ、それに従って、交渉終了宣言が出せるという状況になったわけであります。これが菅総理との首脳会談がガルシア大統領にとっては4回目の日ペルー首脳会談であったわけであります。まあこの EPA をやる前にやはり投資協定をちゃんとやらなきゃいけないというのが日本の立場でもございましたので、2008年3月に、交渉開始に合意し、2008年11月に、まあ、署名に至ったという、まあ、非常に急いで、また迅速にですね、投資協定をまとめあったわけであります。これはまあペルー側には日本からの投資に対する期待が非常に強い、まあ、日本としても、まあ、投資協定といったもの、投資保護協定ですね、一方的な国有化等をさせないような、まあ、相互の義務でございますけれども、そういった内容、
の協定ができれば民間企業もさらに出やすいのではないかというふうに考えたところでもございます。やはりペルーへの投資というのは若干日本の水準は低いかったわけでありまして、それでも最近においては徐々に伸びつつあります。伸びつつありますけれども、まあ多くの大規模投資は大体において、そのプロジェクトの権益あるいはその資本に部分的に参加するという形で、実現しております。純粋に 100% 日本企業だけで、行っている鉱山投資は、1件だけでありまして、あとは大体、ジョイントベンチャーとしてですね、この地域に経験のある多国籍企業と、まあ、組んでやっておるという状況であります。貿易、まあ、投資協定ができれば次は EPA だという環境が整うわけで、ありました。まあ、ペルーにとりまして日本はですね、大体、まあ、4番目から7番目の貿易相手で、ありまして、一番の、ペルーからの輸出相手はアメリカ。ただアメリカといってもですね、他の大体中南米諸国はアメリカに対する貿易依存が 20% を超えてるんじゃないかと思いますけれども、ペルーの場合には 20% を切っております。そして2番目が中国、3番目がブラジルと。2010年の11月までの統計では日本が第4番目の、ペルーの輸出先となっております。ペルーの輸入に関しましても、まあ、日本は大体5番目の地位をキープしている状況でございます。2008年11月、前向きに検討しようということを日本麻生総理が表明した際のペルーをめぐる FTA の状況でございますけれども、まあ、実は この当時はまだですね、まあ、確かにいろいろと交渉はしてましたけど、一つもまだ発行しておらず、アメリカとは署名したけれども、もうブッシュ政権の末期で本当に発行するかどうか分からないというような状況でもございました。中国とは非常に交渉が難航していると、まあ、韓国とはこれからやろうと、あるいは韓国や EU とはこれからやろうというような状況でありまして、まあ、日本としてはそんなに、ペルーとすぐに交渉しなくてもいいのではないかというような意見も内部にはあった時期でございます。まあ、しかしながら現在どうなっているかといいますと、もう、ほとんどのすでに署名していた協定はほとんど発行しておりまして、中国とも署名し発行しておると、そして EU 韓国とは交渉が、まあ、終了しておると、そしてまた TPP にもペルーは参加を表明し交渉メンバーになっておる。その他ですね、ペルーはメキシコ、そして中米諸国ともFTA 交渉を開始しておりまして、今後インド、あるいはロシア、南アフリカ、トルコ等とも交渉を、検討中という状況でございます。まあ、こういう状況になりますと、やはり我が国としても、ペルーにおけるですね、競争条件確保する必要性というものが非常に重要なものとして認識されてきておるわけであります。まあ、日本は近くインドと署名して12番目ですか、そして次はペルーとの EPA の署名発行が予定されているわけであります。ペルーとの二国間貿易はですね、基本的には2005年当時からどんどん増え始めておりまして、まあ、2009年は経済危機の影響で、だいぶ減りましたが、2010年はもうすでに、11月までで、2008年レベルをもう回復しておりますので、この貿易量の増加という趨勢は今後も続くものと思われます。特に我が国が非常に関心がありますのは、まあ、自動車でございます。日本の対ペルー輸出のやはり6割は乗用車と自動車関連のものでございまして、
まあペルーではですね、約12万台年間、新車が販売されていると。でこの12万台というのはエクアドルと同じぐらいの水準ですね。エクアドルはペルーの人口はペルーの半分以下で所得水準も平均所得水準も低いけども、なぜエクアドルでこれだけ車が売れているかというと、消費者金融が非常に発達しているからだと言われております。逆に言いますとペルーはどんどんこれからですね伸びる可能性があるわけであります。おそらく、2012年には現在12万台のレベルが22万台に、倍増に近く増えるだろうと言われておりますし、まさに日本の企業の中にはこの自動車購入のための消費者金融制度をですね、導入する動きもございます。しかしながらこの、すでに FTA が発行している中国、あるいは近く書面発行が予定されている韓国のシェアというものは非常に伸びつつありまして、逆に言いますと日本の自動車シェアはかつて6割ぐらいを占めたのが現在減少する一方であります。これに加えてですね、やはり韓国や中国との FTA による関税格差、現在 9% の関税がかかっていますけれども、これが差がついたのではちょっと困るというのが、私どもの認識、あるいは民間サイドからの EPA を待望する声の背景にあったわけであります。いずれにしましても今後、22万台といっても非常に、アジアの大市場に比べればそう大きな数ではありませんけれども、しかしながらこういった国でおいてもですね、やはり対等なやはり競争条件を確保し、シェアを守るという努力が必要なのではないかと思います。日本のペルーへの輸出の、これは 56% が自動車ということになっておりますが、あとは基本的な工業製品ですね、あるいはデジタル関係の製品、こういったものは今回、関税が段階的に撤廃されるものに含まれております。加えてこの日本の農林水産品もですね、ペルーの関税を撤廃しております、を要求しておりますんで、EPA ではその要求が実現しておりますので、私としてはぜひこういった産品もペルーに輸出していきたい、特に清酒、日本酒は即時撤廃ということでもございます。ペルー側はこの日本に対する輸出の半分以上がやはり鉱物、銅、亜鉛等でございます。そして農水産品、彼らは特に農林水産品に非常に関心があったわけでありまして、そういったものについては日本側が上記するというものがことによってこのディールが成り立ったわけであります。またこれは単なる FTA ではなくて経済連携協定でございますので、さまざまな分野、知的財産権、関税手続き、その他ビジネス環境関係する規定を含むものとなっております。次にその4番目の課題でございました、この経済協力の活性化ということでございますが、ペルーは、ペルーにとりましてですね、累積では日本は第3番目の援助国でありました。累積ではですね、ただ2008年2009年の実績を取りますと日本がトップドナーとなっておりまして、経済協力活性化の効果というものが目に見えた形で出てきているのではないかと思います。また日本にとりまして、ペルーは中南米では最大の援助供与相手ということでございます。で具体的な援助の重点分野はですね、やはりこの著しい貧困格差というのはやはり歴史的社会的な根深い背景がありますので、なかなか一朝一夕に解決できないということでもございますので、
まあ、そういった貧困対策や社会的弱者救済のペルー政府の努力を、まあ、支援する意味がある。まあ、特にその上下水道ですね、こういったことは、まあ、基本的な、まあ、生活上の必要性でもありますし、まあ、環境の対策にも、なるわけであります。したがいまして、その重点分野は貧困削減格差是正、それから持続発展のための社会経済基盤整備、それから環境問題をはじめとする地球規模への問題への対処ということであります。まあ、具体的にはこれまで円借款あるいは無償資金協力、技術協力、さまざまな仕組みを用いまして、実施してきております。まあ、特に上下水道整備が一つの大きな日本の援助重点分野であります。またこういった機会は援助に関する署名式あるいは落成式等の場で、日本大使にもスピーチの機会を与えていただいて、それをまた全国、中継で、放映していただきますので、まあ、日本を PR する非常に有効な機会ともなっておるわけであります。まあ、こういったことによってですね、日本の援助に対する評価あるいは感謝の意というのは、まあ、国民レベルに広く周知されているのではないかと思っております。そして最後にこの文化学術交流の活性化でありますが、まあ、これはペルー大使館だけの課題ではなくて全世界的に我が国大使館は皆努力しているわけでありますが、まあ、文化学術交流の活性化というのはもう一つの、まあ、なんて言いますか、狙いとしては日本を売り込むことによって、これまたさまざまなビジネスチャンス等に、まあ、つなげていこうということであります。特に日本食の普及、これは大変現地では日本食は人気もありますし日系人も多いことですので、力を入れたところでもあります。また音楽や芸術あるいはスポーツ、こういった分野でも、さまざまな支援等を行ったわけであります。まあ、特に一つ特筆したいのはこのアニメソングというのは大変な人気がありましてですね、皆さんのお子さんやお孫さんはきっとよくご存知だと思いますけども、アニメのテーマソングがペルーでもコンサートをやりますと何千人という若者が集まってきて日本語で歌を歌っております。その他日本ならではの援助あるいは民間企業の支援あるいは日本の誇る先端企業の紹介あるいはペルーと悩みを共にする地震対策と、こういったことをテーマに学術交流あるいは科学術交流をやってきております。特に学術面での協力は実はその考古学や天文学の分野ではすでに50年の歴史がありまして、特に日本の考古学者はペルーでは大活躍を回しておるわけであります。まあ、できればこういった大学間の交流をさらに範囲を広げ対象を広げて、またペルーの発展に役立つような分野とやりたいと、まあ、考えたわけであります。で、2年前に日本ペルー大学長会議というのをペルーで開催いたしまして、まあ、日本からは11大学が参加し、ペルーから9大学が、まあ、参加いたしました。ペルーが大変日本からの学術協力に期待を高めておりまして、今度は彼らが5月に日本にやってきて第2回の学長会議を開きたいということになっておるわけであります。そしてあとこの最後にこういった文化交流の担い手あるいは架け橋の役割でも果たしていただいております日系人社会についてちょっと触れますと、まあ1899年に最初の日系人が移住したわけであります。したがいまして2009年は110周年の記念ということで、これをお祝いしまた過去を振り返り将来に向けてのさらなる、まあ、展望をするということで、記念の事業をさまざま日本側ペルー側主催で執り行われました。
特にこの常陸宮同妃両殿下のペルーのご訪問が実現し、またペルー議会あるいは大統領自ら出席するような式典も行いました。これは110周年の記念行事ですが、日系人社会との間の良好な関係を維持するという意味で、さまざまな年中行事がございまして、新年会、運動会等には積極的に参加するようにしております。またペルーには現在26の県人会が別途ございますが、こういった県人会活動も日本との地縁血縁に基づく交流を、あるいはビジネス関係を育てる重要な機会と考えております。また地方には地方の日系人、地方に定着した日系人の協会がありますので、地方出張の機会には必ず日系人を訪ねて絆を新たにするということにしております。そして今後の展望と課題と展望ということになります。やはりこの持続的広範な二国間関係をさらに構築していく必要があろうかと、協力分野を拡大していく必要があろう、そしてその良好な二国間関係を活用する上で、さらに国際条理での一層の連携強化に心をしていく必要があろうと。そしてその鍵は何と言いましても、実はこの日本に対して非常に好意的な姿勢を打ち出してきておりましたガルシア大統領がこの7月に交代することになっているわけであります。同一人物の連続再選は禁止されておりまして、したがって新しい人を選ばなければいけない。4月10日に第1回の投票がございました。合わせて議会選挙も同日実施されます。そして上位2候補の決選投票が6月5日にございます。新大統領の就任式が7月28日。こういったスケジュールの中で現在5人の有力な候補者がいると言われております。トレド元大統領、それからケイコ・フジモリ元大統領の娘さんで、フジモリ派の党首、カスタニエダ前ペルーリマ市長、ウマラさんというこの民族主義的なですね党の党首、それからクチンスキーというトレド大統領の頃の首相を務めたテクノクラートの方であります。で、最近の世論調査ではですね、このケイコ・フジモリ、トレド元大統領が 28%、ケイコ・フジモリさんが 22%、カスタニエダ前リマ市長が 18%、マラ国民主義党首 12%、クチンスキー首相 6%、その他が 14% という結果が出ております。したがいまして、その過半数を取らなきゃいけませんので、上位2社の決選投票ということになる可能性が高いと、現在の世論調査結果ではトレドさんとケイコ・フジモリさんの決選投票になる可能性があると。あるいはペルーの場合には本当に1週間10日で、情勢がガラッと変わることがございますので、まだ4月10日までこれからどういう変化が起こるかは分かりません。いずれにしましても決選投票にはなるであろうと。その場合にですね、どの組み合わせになって、3位以下に流れた票がどちらに行くのかということが決め手になっていくかと思います。世論調査でよりますと、そのトレード対傾向になった場合にはトレードが勝つであろうと、トレード対カスタニエダになった場合には互角であるというような結果が出ていると聞いております。で、ただどなたがですね大統領になっても、実はその政策上あんまり大きな違いが何しもないんです。またその外交政策上の違いというのも、外交政策そのものが今のところ大統領選挙の焦点に全くなっておりません。唯一この民族主義的な傾向の強いウマラさんの党がですね、FTA を米国やチリとの FTA を見直すというようなことを打ち出しております。またやはり民族主義的な主張の持ち主の方ですので、多国籍企業が行う工業開発と鉱山開発等に課税を強化するとかですね、このネオリベラル経済政策に対する大胆案を提示したいというようなことを
言っておりますが、他の4候補の主張は、まあ、あんまり大きな違いがないように見受けられます。まあ、基本的にはこれまで3人の大統領が引き継いできた市場経済原則による開発路線、またそれを前提に貧困対策に対して、まあ、力を入れていくと、まあ、ペルー国民にとりましては、まあ、教育あるいは汚職あるいは雇用そして保険治安麻薬といったような問題がより大きな一種ということにとして受け取られておるわけであります。まあ、従いまして私としてはですね、まあ、誰がどなたがなるか分かりませんが、まあ、どなたがなってもぜひこの、まあ、再構築されたと言ってよろしいかと思いますが、良好な二国間関係を引き継いでいただきたいと思いますし、この点について、そう大きな不安を持っておるわけではありません。まあ、ただ引き続き、情勢を、まあ、慎重に、まあ、見守る必要はあろうかと思っておるところでございます。どうも長い間ご清聴ありがとうございます。ちょっと時間を経過してしまいましてことに恐縮でございます。以上で私のプレゼンテーションとさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。最近の日本とペルーの関係、を中心にペルーの事情を知ることができました。それではあと20分ぐらいありますので、質問の時間にしたいと思います。どうぞ質問なんか手を挙げてください。それでマイクを使って、所属とお名前をおっしゃって、質問してください。ちょっと皮切りに私からですね、私も藤森政権とか、それから公邸選挙事件の時にペルーに何回も取材に行った、まあ、そういう世代ですので今のお話を伺うと、あれですね、やっぱりそのずっと90年以降日本とペルーの関係というのは藤森さんという方が吉につけ悪しきにつけ、まあ、一種のキーワードだったと思うんですけども、それがもう最近はそういうことを考え、藤森ファクターを考えなくてもいいような時代になってきたのかなという印象を受けたんですけれども、藤森さんは今は刑事被告人というか有罪判決を受けている立場ですが、ペルーの人たちはその藤森元大統領をもう終わった存在と見てるんですか、それともやはり待望論というか期待感というのはまだあるもんでしょうか。藤森さんは、まあ、禁錮25年の刑を、まあ、宣告され上告されましたけれども、まあ上告は棄却され、一応その刑が確定しておりまして、まあ、ただその他人身保護条例というような人権保護の規定に基づいて、まあ、さらにその何て言いますか、訴えがまだ藤森側から提起されておりて、まあ、現在まだその審理が進行中ではございます。まあ藤森元大統領の実績についてはですね、まあ何て言いますか、評価が分かれているということが現実ではないかと思います。まあ結構藤森さん先ほど大変チャーミングな方じゃないかと思いますけども、彼女に対する支持率が、まあ、20% はあるということは、これはまた当然のことながらその父親の、まあ、対する評価に基づいておるものでございますし、まあ、他方で、選挙戦の一種の中に例えばその汚職の問題といったことが、まあ、取り上げられているといったことも逆に申し上げますと、その元藤森大統領にとっての、まあ、ネガティブなですねイメージに結びつく要素でございまして、
まあ、そこは従いまして、その、まあ、講座愛半ばといいますか、あるいは、国論が何しもその一致していない、ところではないかという以上になかなか申し上げにくいかと思いますが、はい、ありがとうございます。もし恵子さんが大統領になったら、御社でお父さんは自由の身になるんですか。最近のですね、いろんな発言ではそういうことはおっしゃってないようでありますね。まあ、他の候補が質問に答えて、まあ、健康上の問題等があればそういったことも考えるというようなことを、まあ新聞等に述べて、おりますけれども、その点は、まあ、なんて言いますか、恵子さんは、まあ、あえて触れない、まあ、その点が一周とならないように、お考えなのではないかと思います。はい、どうしようか、皆さんの方からは。あ、じゃあ、はい、どうぞ。マイクをちょっと使ってください。産経新聞の千野と申します。私も中井さんと同じ頃にですね、まあ、ペルーの取材をやってたものですから、どうしてもまた似たような質問になるかと思うんですけれども、まあ、良くも悪くもですね、日本にとって日本人のペルーに対する関心というのは、まあ、良くも悪くもという言葉をあえて使いますけれども、藤森さんっていう存在があったと思うんですね。で、まあ、現在大使 の、 大変包括的なお話で、まあ、治安も良くなっているというふうな、安定しているというふうなお話があったわけなんですけど、やっぱり関心は率直に言って低いと思うんですね。で、大使としてですね、こう日本とペルーの関係をどのように、まあ、もっと日本に近づける、そのしたらよいかという、そのあたりのことはどういうふうにお考えなんでしょうか。まあ、日国間関係のやはり一番大きな要素は、現代社会においてはですね、あるいは特に日本にとりましては経済関係じゃないかと思うんですね。まあ、資源の供給確保、あるいは市場としての重要性ということで、まあ、私は冒頭申し上げましたように、まあ、中南米全体、特にペルーについてのそういったビジネス上のメリット、価値をですね、もう少し注目してはどうかということを、まあ、いろんな機会に申し上げておりまして、まあ、私の印象としては、徐々にですね、各企業、例えばペルーにおける駐在員を増強するでありますとか、近くその金融、有力な金融企業が、まあ、事務所を開くことを検討しているとかですね、そういった前向きな兆候が現れつつあるということで、まあ、ある時点で、なんて言いますか、そういった動きがですね、もっと本格化していけばですね、おのずから二国間関係が非常に活発化していくのではないかというふうに期待しております。まあ、そのためにはある種の、まあ、サクセスストーリーといったものがあることは望ましいとかですね、まあ、政治的な支援、応援といったものも望ましいのではないかと思います。はい、はい、ではどうぞお願いします。個人会の小林と申します。コロンビアからですね、太平洋までに中国がですね、鉄道線を引くというような計画を今推進しているようですけれども、ペルーのですね、中国に対する、中国のペルーに対するいろんな投資案件、その他何か目立ったものはございますでしょうか。やはり一番顕著なのは鉱物資源分野に対する、まあ、投資でありましてですね、銅亜鉛等の鉱山に大規模
投資を、表明していると、まあ、大雑把に言えば、まあ、最近この数年間の最も大きな投資10件中の3件ぐらいが、まあ、中国からの、まあ、投資であろうかと思います。まあ、あと目につくところではいわゆる孔子学院というのを各大学に開設して中国語の普及といったことに力を入れているようでありまして、まあ、これはそれなりにペルーから中国への輸出も増えておりますし、ペルー側の中国市場に対する期待とか、あるいは実際のその何て言いますか、依存とこういったものの反映でもあるかと思います。まあ、従いましてそのまあ日本もですね、そういう意味では鉱物分野については非常にある程度抜かりなくですね、まあ日本としてできることはやっておるんではないかと思いますけども、まあ、中国の場合には大半が、まあ、国有企業でもあるし、相当潤沢なこの資金的な支援、あるいは、まあ、官民一体となった、まあ、戦略といったものがあるように思いますので、まあ、こういった面では日本としてもですね、まあ、対等の競争環境をやはり日本企業に、まあ確保してあげる必要があるのではないかと思っております。はい、いかがでしょうか。はい、どうぞ。日経新聞 OB で今個人会員の 辻と言います。30年ほど前ですね、ちょっと機会がありまして南米ずっと回ったんですけど、ペルーも、リマ、クスコ、マチュピチュと見させていただきました。その時にですね、ペルーで天野美術館、天野博物館と言いましたかね、まだ天野さんが健在の時でしたが、まあ、そこにもよりまして、天野さんご自身の案内でいろいろ見せていただきました。ペルーの文化財と言いますかね、インカ帝国のいろんな遺跡そのものを取り寄せたり集めたりしたものが、あれは今どうなっているのかということは、結局私は南米というのは大変大事な国だと思いますし、まあ、ブラジルに匹敵するぐらいペルーというのは大事な国だと、日本にとってはですね、外交上もそうですし文化的な面もそうですし、まあ、これからのいろいろ民族のいろんな友好関係とかいろんなことを世界戦略を考えた場合もですね、大変大事だと思いますので、その辺の糸口として天野博物館のようなああいう日本人がいたということと、それが今役立っているのかどうか、あるいはこれから役立つべきじゃないかと私は思うんですから、そこにご案内する、あるいは行きやすいようにする、あるいはそこの文化集めたものをですね、日本で展示するようなね、そんなことも日本とのペルーとの間の文化交流の中では大事じゃないかと、まあ、大変素晴らしいものですしね、まあ、私は中の奥のなんか秘蔵品みたいなのまで見せていただきまして、ぜひこれは日本人に見ていただきたいなと、こういう気持ちがあったものですから、ちょっとその今どうなっているのかということと、そういう面での文化交流、あるいは日本とペルーの交流というのは、まあ、基本的に大事ではないかと。ただ外交とかですね、なんか経済とか金銭関係の問題じゃなくて、文化の面が一番近いんじゃないかなという、そういう気がしたものですから、ちょっと質問しています。天野博物館は現在でも、なんて言いますか、立派に展示をおやりになっていましてですね、ペルーリマを訪れる日本人観光客の一つの、まあ、観光スポットということになっております。現在当時の天野義太郎さんの未亡人の方が館長なって、おられまして、まあ、これを支援する体制もできているように見受けます。もちろん今ご指摘の通り、素晴らしい
収蔵物といいますか、展示物がございますし、リマ市内でも時々そこから、貸し出してですね、博物館の展示会等が行われております。日本でも、近い将来にですね、そういった事業が計画されているというふうにも聞いております。もちろん今ご指摘の点私もその通りだと思いますので、この種の事業等には、大使館としても常に前向きに、支援等できる範囲のご協力をさせていただいておりますし、願わくは政府としてもですね、こういった面での、活用を活動を支援するようなことができればと思います。天野博物館は一つの大きな、最も典型的な日本人の貢献の例でありますけれども、それ以外に例えばクントゥルワシという北部の遺跡を発掘した大貫東大名誉教授の、お話とかですね、あるいは芝遺跡を発掘した島田泉先生とか、あるいは最近では山形大学がナスカの新しい地上絵を、発見したといったような、さまざまな面でですね、考古学に関して言えば交流がございまして、また日本で芝開催するさまざまな展示会も大体常に成功を収めて、これがペルーへの観光、日本からの観光客を呼ぶきっかけにもなり、あるいはそのペルーに対する関心を持つ契機にもなっているのではないかと思いますので、引き続きですね、そういうことに力を、注いでいきたいと思っております。はい、どうでしょうか。はい、それじゃ時間にもなりましたので、これで、終わりたいと思います。目方さん、どうもありがとうございました。クラブからですね、記念のネクタイを差し上げますので、拍手をお願いします。じゃあこれで終わります。